はい、ありがとうございます。さあ、渋谷です。というわけで今回は僕のヒーローアカデミアワンズジャスティス2の最新情報が公開されましたのでご紹介していきたいと思います。やっていきましょう。本日12月16日に第2弾 PV が公開されたんですけども、皆さんご覧になられたでしょうか。かなりね、新しい情報がてんこ盛りだったのでぜひご覧ください。というわけでどうぞ。これならどうだ。まだわかんないよ。さあ始めるとしよう。私は人より少し早い。読み通り病人どもが壊してやる。お前も世界もいいから勝負してみようや。戦意喪失させてる。諦めろ。俺はザイーターだ。怪我したらごめんね。最大出力どうだ。粘土妖怪丼マックス。モテるためにオイラは負けねえ。さてマジックショーの時間だ。いい演出だろ。気に入った。死ねえよお前弱。いい勝負だったぜ。アタック。ハードモードだ。いく効かうあったまってきたよね。熱くいく。悪くねえな。おかっこいいだろ。震え上がれ。限界を超えた力を。ワンズショータイム。遠慮すな。今の俺の実力を。俺があの子のヒーローになる。台無しにされてたまるか。元気とユーモアのない社会に未来はない。君たちなら大丈夫だ。はい、というわけでいかがでしょうか。今まで公開されてきた新キャラの映像プラス今まで未公開だった新キャラ3キャラクターですね。ファットガム、トゥワイス、コンプレス、この3人が新たに公開されましたということで、まさかコンプレス来ると思わなかったな。コンプレスどう戦うんだろうと思って、まあ、PV の方にちょっとね技のモーションが出ていたんですけど、まあやっぱり相手を一瞬消してでもう一回出してっていう風に戦うんだなっていう。一回ね相手を消しちゃえばもうそれで勝利でもいいと思うんですけど、一回出しちゃうんだね。まあ、もしかしたらコンプレスの個性があまりにも大きいものだとこうしまっておける時間に限りがあるとかね、そういう制限があるかもしれないので、一回相手を閉じ込めたから完全勝利というわけにはいかないのかもしれないんですけど、いやまさかコンプレスが来るとは思ってなかったな。個人的には結構嬉しいですね。でまあ TWICE もね無事に参戦ということで、かなりヴィラン連合のメンバーが揃ってきましたね。はい。でファットガムが来たっていうことはおそらく琉球も来るかなという感じで、まあ、だんだん未公開のキャラクターが埋まってきたわけなんですけども、ここで僕が先日上げた動画にもあったんですけど、海外の方が参戦キャラクターを予想した画像があるんですよね。それがこちらになりますと、今のところ予想通りになってるんですよね。まさかのコンプレスとトゥワイスがそのまま来たということで、もしかしたらこのまま来るかもしれない。まあ仮面試験のシシクラ先輩と振動が来るかどうかは正直怪しいところではあると思うんですけど、まあ他は可能性あるんじゃないかな。うん、まあでもどうだろうね。オーバーホールの仲間敵キャラクターもナッパがついこの前出てきたんですけど、もう倒されちゃったって。もうね1話分で終わっちゃったので、まあ出てくるかは怪しいけど、まあまあまあ今のところ予想通りということで、続報をお待ちいただければと思います。でまあ新要素2対2のモードとかもね実装されるということで、まあ一応 PV 上では自分とサイドキックが戦うみたいな感じだったんですけど、オンラインとかでもねもし2対2ができたら結構熱いんだけど、まあ回線の状況もあるのでなかなか難しいと思うんですけど、あったら面白いですね。うん、で今回発表された新キャラクターたちはおそらく今週末のジャンプフェスタ2020で遊べると思います。会場でヒロアカ OG2 が遊べるブースがあるんですけども、多分このタイミングで紹介されたということは今週末プレイ可能だと思いますので、もし行かれる方はねぜひファットガムとコンプレスとトゥワイス遊んでみてください。といった感じで発売まで約3ヶ月ですね。うん、遠いようで多分あっという間だと思うんですけども、またヒロアカ OG2 の最新情報をキャッチしましたらご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。